群馬県高崎市南部地域には1300年前頃に建てられた3つの石碑があります。山の上碑、金井沢碑、多護碑。かつて群馬県が上野の国と呼ばれていたことから、この3つを上野三碑と呼んでいます。日本国内に残る平安時代以前の石碑はわずか18、そのうちの3つが日本列島東部高崎市南部地域の直径およそ3キロの中に集中しています。これだけ狭い範囲に古代の石碑がまとまっているのは全国でも例を見ません。この辺りは大和王権が直接支配する宮家があった場所です。三碑が建てられたのは飛鳥時代から奈良時代初期。当時の中央政府は法によって治められる国づくりを進めていました。また仏教を利用して国内の安定を図ろうとしていました。この頃戦乱の最中にあった朝鮮半島からは多くの人々が日本に渡ってきました。ここ上野の国にも多数の渡来人が移住したことが分かっています。渡来人は高度な技術、知識、文物をこの地にもたらし、新たな地域文化が作られていきました。上野三碑もこの人たちがもたらした石碑文化によって建てられたものです。7世紀から中央政府は東北地方進出のための戦略上の拠点として、上野の国の産業の育成を盛んに行っていきます。その結果、上野の国には渡来人のほかに王権に従った東北地方の江見氏を集めた村も作られていきます。和人、渡来人、そして江見氏からなる多民族がこの地域では共に生活を始めます。上野三碑はこのような古代上野の国における多民族共生社会や地方政治の様子を刻んでいます。また碑文からは仏教文化の浸透や古代の豪族のつながりも知ることができるのです。飛鳥時代の681年に建てられた山の上碑、完全な形で残る日本最古の石碑で、仏教と漢字が受け入れられた時代を刻んでいます。豪族たちの力の象徴が古墳から寺院に移る時代、東国有数の寺院であった宝光寺の僧長吏が亡くなった母の供養のために建てたものです。母黒目戸寺は佐野宮家と言われたこの地域を治めていた竹森の御事の子孫と刻まれています。日本語の語順で漢字を並べた最古の石碑であり、形は朝鮮半島の新羅の石碑によく似ています。この碑は当時先進の思想であった仏教と漢字が伝わり、朝鮮半島の文化の影響を受けていたことを証明しています。奈良時代726年に建てられた金井沢碑、当時の政治の仕組みや仏教の普及の様子が刻まれています。地方の行政制度である国軍合理性を表す碑文、政府の政策が地方でも確実に実施されたことを証明しています。碑文に刻まれた群馬という地名の使用は県内最古の事例です。また仏教が普及し、その教えによって一族が結ばれること、女性を中心とした家族関係や
その社会的地位のあり方などを伺い知ることができます。平城京遷都の直後、711年頃建てられた田子碑、台石に碑本体、火災石が載っています。中央政府からの命令で田子郡を新設したことを記念して建てられた石碑です。碑文には片岡郡、御殿郡、神羅郡の3郡から300個を分けて田子郡を新設せよと刻まれています。また田子郡の支配は羊という人物に任せるとあります。この地域は古墳時代から大和王権と深く関わり、多数の渡来人が移住していました。この羊という人物も地元で力を蓄えた渡来系の有力者であったと考えられています。中央政府との関わりは碑文に政府高官名として磯の神の麻呂、藤原の不人などの名を記し、権軍を権威づけしていることからも読み取ることができます。田子碑の碑文の書体は後世の書家によって研究され、江戸時代中期頃には中国にまでその書風が知られていました。そして現在も日本の書家に影響を与え続けています。山の上碑、田子碑、金井沢碑、そこに刻まれた碑文は中国を起源とする政治制度や漢字文化、またインドを起源とする仏教が海を渡り日本列島東部の神津の国にまで伝来した事実を物語っています。そして神津の国の人たちがその文化を受け入れ取り込み自分のものとしていったことを証明しています。このように3つの石碑は東アジアの文化の広がりと古代東国人の実像を今に伝える大変貴重な記憶遺産なのです。